はい、皆さんこんにちは、大塚健二です。退職した今だから言えるんですけど、学校の教員やってた時、結構保護者に関して職員室で話題になることって多かったんですよね。誰々くんのお母さんは、誰々ちゃんのお母さんはみたいな、そういう話題になることがよくあったんですけど、やっぱり保護者の皆さんはあまり変なことで有名になりたくないじゃないですか。なので今回はどんな保護者が話題になってしまうのかっていうのをお話ししていきたいと思います。まず一つ目はクレームが多い保護者ですね。意見を言ってくださる保護者っていうのはめっちゃありがたいんですよ、実際。なんですけれども、中にはね、えみたいなことを言ってくる人がいるんですよ。例えばね、子供の怪我ですよね。もちろん大きな怪我をしてしまったとか、こちらの完全な授業のやり方のミスとかで怪我させてしまったってなったら、もうそれはもちろんこちらが悪いのでね、真摯に受け止めるわけですけど、例えば休み時間に普通に子供たち同士で遊んでいて、転んで擦り傷を負ってしまったと、足の膝とかにね、それで学校に怒鳴り込んでくる保護者っていうのが実際いるわけですよ。これ僕がいた学校じゃないんですけど、例えば校庭の石につまずいて怪我をしたと。もうそれも別にでかい石じゃないですよ、普通の石です。でそんな石が校庭にあるのが悪いみたいな、そういうクレームが来たりとかっていうのがあったらしいです。実際その学校はね、もう石という石を回収したらしいですよね、どうやらその後ね。いや、子供って正直、外で遊ぶ子は特に多少の怪我はもうするもんじゃないですか。僕だってね、もう小さい頃野球大好きだったんで、足なんか傷だらけでしたよ。半袖半ズボンなのにもうヘッドスライディングしたりとかしてたわけですからね。なのでね、そういう小さな怪我でも文句を言ってくる、そういう保護者は話題になっちゃいますね。クレームで言うと、あと設備への文句とかも結構あるんですよね。最近ではやっぱりね、パソコンとかタブレットとかを支給してる学校とかもちらほらあると思うんですけど、そういうののスペックが悪いとか、あとエレベーターが1台じゃ足りないみたいな話とかもありましたよね。そういうもうこちらですぐに解決できないような、そういう設備の文句を言ってくる保護者っていうのは話題になってしまいますね。続いて2つ目ですね。2つ目はね、虐待疑惑のある保護者ですね。子供に不可解な傷とかあざとかがあるみたいな。で、子供に実際聞いて、親にやられたっていう子もいますけど、ほとんどの子はね、理由言わないんですよね。ちょっと転んじゃってみたいな、ちょっとぶつかってみたいなことを言ってくる子が多いんですけど、明らかにそういうレベルのものじゃない傷とかあざとかがあると、やっぱりこちらも虐待を疑ってしまうわけですよ。で、他にもね、いつ電話かけても出ないとか、今だったらね、メールで連絡とか一斉連絡とかもする学校多いと思うんですよ。それも読んだ形跡がない、帰ってこないとか、そういう場合はね、やっぱりその保護者は職員室で話題になっちゃいますね。これに関してはやっぱり子供に危険が及ぶ可能性っていうのが出てくる問題なので、もう職員室で話題どころかも本当に会議が行われるぐらいのレベルになってしまいます。緊急の会議ね。そして3つ目はですね、教育熱心な保護者ですね。もちろん普通に教育熱心なのは構わないんですよ。全然そんな一般的なレベルで話題になることはないですけど、異常なほど教育熱心な親っているんですよ。それこそね、学校の教育方針にものすごい口出ししてきたりとか、この教え方よりこの教え方の方がいいと思うんですよみたいな。一応こっちもプロとしてやっぱりね、教員をやってるわけなので、やっぱりそれなりの理由があって授業の組み立てとかもしてるわけですよね。やっぱりクラスの中でも勉強できる子できない子ってやっぱりいるじゃないですか。なので、そういう全員への授業っていう意味では、伝え方のレベルとかそういうのもしっかり考えてやってるわけなんで、その個人個人の要望っていうのはなかなか答えられないことが多いんですよね。なので結構そこ強引に口出しされるとね、職員室で話題になっちゃいますね。あとはこっちに仮に害がないとしても、厳しくしつけてくださいって過度にね、言ってくる保護者の方がいらっしゃるんですよね。もう本当に子供が親に怯えてるぐらいの状態。もちろんね、小学校でお預かりしている以上はしつけとかちゃんとしますけれども、子供は子供なりにやっぱり考えて行動してるわけで、それをある程度尊重しながらで、その対して周りに迷惑をかけないことに関してはある程度スルーするわけですよね、危険じゃなければ。軍隊じゃないのでやっぱり昔の軍事学校とかじゃないんで、だからね、そういう厳しくしつけてくださいってめっちゃ言ってくるような保護者っていうのもちょっとヤバいんじゃねみたいな感じで話題になってしまいますね。そ
そして最後4つ目はすぐに理由を聞いてくる保護者ですね。まあ、授業とかでこういう教え方するのはとかそういう理由聞いてくるのは全然いいんですよ、答えますんで。でも例えばね、教科書の内容に対してとか理由聞いてこられても、我々教科書作ってるわけではないのでわからないじゃないですか。それをもう何度も何度も聞いてきたりとかされても困るんですよね。あくまで教科書はね、授業の題材の一つでしかないので、まあ、正直教科書について質問するんだったら教科書を作った会社に言ってくれって思いますよね。まあ、あとは人事とかに関してです。なんであの先生が校長なんだとか、なんであの先生が教頭なんだとか、学年主任なんだとか、なんでうちの子の担任が新任の教員なんだみたいな、そういう人事に関しての理由とかをめっちゃ聞いてくる保護者とかはすぐもう職質で話題になります。まあ、人事とかに関してはね、正直特に公立だったらもう教育委員会とかそういう上の組織とかの関係もあるので、めちゃめちゃやっぱりね考えてこちらも人員配置をしているわけですよ。なのでね、そこに安易にねずかずか入ってこられてもちょっと困りますよねって感じになりますね。はい、という感じでですね、今回は職員室で話題になる保護者について話してきました。まあ、もしね心当たりのある方いらっしゃいましたらね、くれぐれも話題にならないように気をつけていただけたらなと思います。まあ、何かねご質問とかございましたら、お気軽にコメント欄の方でお願いいたします。この動画気に入っていただけましたら、高評価チャンネル登録の方ぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚健二でした。